皆さん、こんばんは。本日より、ニコニコ動画の、生放送の方にですね、デビューさせていただきます。フレデリック・スパルと申します。ちょっとね、このコミュニティの元管理人者、責任者であったモコ氏の方がですね、ちょっとお亡くなりになったということで、結構私がね、彼のコミュニティを引き受けまして、で、管理権限やらす、アカウントやらすべても、私が、引き継ぐ形になったので、これが皆さん、で、僕と仲良くしていただけたらなと思います。で、使用パソコンの方なんですけれどもね、モコ氏が使っていたものを私がもう回収させていただきましてですね。で、彼のパソコンを見るにどうやらね、ちょっと乱闘の形跡があって、非常にパソコンの、本体が傷んでいたと。で、内部のハードディスク等のデータ等もすべて、不具合が起きていたということなので、オペレーションシステム、オペレーションシステム、ですね、あと、Windows の方ですね、一新というか、アップグレードというか、まあ、再インストールの方をしましてですね、ちょっとその、それですね、前回のね、模倣師が使っていた、パソコンとはちょっと異なったデスクトップの、カラーになっておりますけれども、このパソコンや放送環境自体は、彼が昔使っていたものと同じものなので、ということで、本題ですか？本題はですね、そうですね。今回はね、僕はね、ちょっと、華々しくニコ生デビューしたということでね、僕はね、ゲーム実況の方をやっていこうかなと思います。そうですね、今日はまあね、9時、まあこれとりあえずね、予約枠なので、まあできる限り延長はしていってですね、で、それが終わった後、また一回区切りつけた後、9時頃からまたね、今度、コモコー氏の、ファンクラブであったですね、モコーファンクラブという、約その参加人数が、ね、3万人超えのニコ生コミュニティの方でも放送して挨拶回りをしようと思いますので、よろしくお願いします。モコー氏とはですね、まあなんというか、旧友というかね、彼と初めて知り合ったのが、まあ僕らが本当にまだね、幼い頃、本当にそれこそもう小学ね、低学年ぐらいの時からの仲だったんですけども、私ね、親の出張の都合でですね、海外にしばらく引っ越していまして、で、今年の夏に、まあ、帰国という、まあ経歴をたどっております。まあいわゆるまあ帰国子女なので、まあその日本語、まあもちろんですけど、英語の方もね、英語やその海外、特に僕は向こうではね、韓国語をね、専攻してましたので、そういったまあハングル系とか、そういったアジア系のまあ言語はもう任せておいてくださいということでお願いします。じゃあ今やってみましょうか、そしたら。